の感謝で無茶ぶり。はい、おはようございます。川原みのりです。さあ、感謝で無茶ぶり、この番組はですね、私川原みのりが、いろいろ無茶ぶりをされつつも、それに応えながらしっかりパチスロでプラスを目指していくという、かなりな無茶ぶり番組となっておりますけれども、今回、全8回中の最後8回目の収録です。また今日も無茶ぶりがあるんですよね。分かってます。サイコロ振りましょう。行きましょう。はい。できれば硬い台を打ちたいので、まあ、フリー実践が一番いい。多くないですか？めっちゃ3多い気がする。はい、今日も3、ということで今回は目隠し実践です。目隠し実践って打てますかね？大丈夫かな？ちょっとやったことないし、やったことある人そんないないと思いますけど。ん？どうしよう。でも機種どうしましょうね。誰も絶対誰もいらないですよ。これからするしかないですね。カメラがどこにいるかもわからないんですけど、ちょっとこれ大丈夫。このままじゃないですよね。ダイヤルビはさすがに、さすがに、あ、よかった。さあ、今回は気候難四街道店さんにて実践です。あっちの方が、あ、まあでもジャグラーでも7ってか、光ったのさえわからない可能性がありますよ。目開いててもたまに、あれいつ光ったみたいな時ありますから。ちょっと怖いよな。だからといって花火とかディスクとかなんて持ってんのほかだし、当たりはちゃんと教えてくれる、声で教えてくれる台がいいなと思います。もう10とかマジ無理、絶対無理。フレアならワンチャン、いやワンチャンもないけど、揃えるのは絶対大変だと思うけど、いけるかな。まあ当たりは教えてくれる。なんとなく、まあ、うち結構打ってるんで、何が起こってるのかもなんとなく分かるので、あとは7を揃えるのが不安だけど、そんなこと言ってたらないですもんね、他に。大丈夫ですか？OK です。はい、はい、見えてますか？私は見えてないですけど、この辺ですか？はい、それでは早速打っていきたいと思います。これすっぴんより結構罰ゲームなんですけど。まあでも自分が見えてないからな、うん、見えてないから、なんか見られてない気がする。ここか。これ子役取りこぼしまくりじゃないですか。スイカとか、まあでもいつもの感覚でなんとなくやっぱりこの辺にこれがあるなっていうのはやっぱ分かるもんですね。いいことありそうかな。お、3つまで行ったから、あ、チャンス目やん。チャンス目ですね。よし。お、待って待って、高確率。本当はね、こっちの右の白場を、あ、黄色と白を狙いたいんですよ。待って、うわ、いやでもやっても意味ないしさ、見えないんですよ。普通に消化しますね。なんか分かって
なんだろうな。出るか。いや。何か分かってきたかも。チャンス。お、これ熱いじゃん。当たってんじゃない？え、そうなの？そう、チャンスか、ただの。お、なんかテンパってる。ダメだな。押してみるけど、見えない。ダメでした。何だろう。どうすべか。でも今一個しか動かなかったですけどね。これはこっちから押したい。見えてないけど、あ、でも今来たんで高確率はいく。はい。何が起きてる？あ、ちょ、あ、今度こそ、今度こそ、いな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 。そうだ。そうか。まあでもないわけじゃない。なくなったな。よし、隣の人に絶対に迷惑をかけないように合ってますか。もうちょい上の上、もうちょい上の上。あ、これかな。あった。来ました、コインが来ました。めちゃくちゃ不便です。何これ。これ当たったら取っていいんですよね。ちゃんと揃えられたら取ってよし。早くとりあえず早く当たりを。この間もちょっと子役とかはねもう諦めてるんで。さあ来たぞ。3つ目まで行ったぞ。チャンス目、よし。これはもういっちょ。あ、使うか。関係ないよ。発展ですね。なんだろうな、これは。あ、トロッコのやつ。お、お、お、熱い、熱い。ちょっと待って。今、ここ、これですよね。熱い。待って、どうなってるの？何？何なの？当たるのかな？もしかして。チャンス目で？今引いたかな？あ、触って。あ、当たった。やったー。よしよし。すごい、目隠しでちょっとよしよしは良かったです。すごい。はい、当たりました。当たったんですけど、こっからが問題なんですよ。揃えなきゃいけない。 OK、いきます。なんだこれ、今なんか揃ってますかね。わかんない。なんかさっきのチャンス目できっと当たったんだと思います。何ゲームかわからない、わかんないですけど、投資2000円です。よし、いいですか。はい。今出てるものかな。出てない。
やでももうなんか、いや、テンパってない、何にもできてない。ちょっと待って、どうしたらいいんだこれ、どうしたらいいですかこれ。はい、狙ってください。はい、まずわかんないけど、わかんない、これちょっとリール入るとかちゃんとわかってる人だったらわかんのかな。え、これめっちゃお金使いません？あれ、います？そこにいます？います？不安になる。じゃあとりあえず行きますね。待てよ待てよ、でしょ、 OK、 待ってください。ダメだ、わかんない。え、ああ、そっか、狙ってくださいじゃないか、出てないのかって、失礼でした。はい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 、おお、なんかテンパったぞ。ちょっとマジでもうレギュラーでもいいからお願い、どこ、あー違う、でも今テンパってるからもしかしたら、まあでも違うかもしれないですもんね、この色じゃないかもしれないですもんね。わかんない、どうしよう、もう一回タイミングでいけば、あ、違う、これはそう、はい、違う。ヒントください。ビッグなのかレギュラーなのか教えてもらっていいですか。それ聞いても多分どうしようもないんですけど、レグか、なるほど。え、レグの場合ってさ、でもあれって色違っても音変わんないですか。変わんないっぽい、赤赤バーのレグラーってことですね。そうそう、いいよいいよ、違う、待てよ待てよ待てよ、あ、これは違う。どうしたらどうしたらいいですか。何かないんですか、あのオーディエンスみたいな、なんかないですか、そういうの。あ、なくなってしまった、2000円投資で済んだはずなのに。あ、違うでしょ、あ、なんだ今のスイカだったのかな、やだな、めっちゃもったいないことしてる今。中から押してみよう、あ、違う、そう、狙ってください、言わないとダメか、はあ、違う、お、いやー全然ダメだ、ちょっと待って、これどうしたらいいんですか、なんかやり方ありますか、教えてほしいです。ないと思います、そうですよね。そうなんだ、そうなんだな、そう、まあ、いやでもなんか一回テンパったらとかなんか分かりそうな気も。
か。見て、目が、目が。麻酔くしたばっかりなのに潰れてますよ、すごい。すげえ。いきましょう。早くこれ取りたい。いいですかね。はい。あれ、押してある。よし。あがななないですかね。ありますよね、ありますよね。テンパってますよね。私さっきここにあるのを見てしまったので、あのピラミッド図柄がそこからでタイミングで赤を出してるつもりなんですよ。なのでこれで今ドゥルって言ったんでテンパってるはず。頼む、マジで4分の1ぐらいですかね。くぅー、痛かった。ちょっと待って、でも次子役来たら嫌なんだよな。こう狙ってください、言われたい。そうすれば赤菜出せる。うわー、出てないかな。来たんじゃないか、わかんないけど来てるんじゃないですか。惜しい、惜しい。え、あ、すいません。見てください。いやーもう肩叩いて教えてほしいぐらいです。私だって、私エスパーじゃないもん、投資できない。いや、わかんない、頑張れば見えるのかもしれない。いや、見えないな。来てますか。出ないんか。あ、ってことよ、ってことはよ、今のじゃなくて遅れて違うな。来てます、出ない。どうにかしたいです。どうにかしたいです。うん、でもリールは見てないです、見てないです。リール見ていいですか、一瞬一回見ていいですか。あの揃えるとき、あ、いるじゃん、いるじゃん。大丈夫です、次決めます。次は子役じゃなければ。いますよ。違う。しかも失格。ああ。これですね。これですね。決めますから。いや、これもう4000円目ですよね。やられてる。が、うん、あれ、あ、今呼びませんでした。え。
定された気がする。今でも見ました、私赤ななあるのそこに。違う、もうやだ。絶対来てる。いやでも待って、今のこれを大事にしよう。よし、違う、なんで。うっうっ、まあ、あとはエスパーだ、エスパー。もう第6巻を研ぎ澄ませ。ここだ、違う。惜しいって何ですか。いや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 。こんな最後の最後でめっちゃ苦戦すると思わなかった。あ、ありがてえ、ありがてえ。たんだ。ちょっと待ってよ、でも。17ゲームレギュラーボーナスです。あー、つらかった。まあ持ちコインがねあれですけど、でも4000円使っちゃってるんで、その分はここで取り戻したいんで、もうちょっと続行します。一発ね、ペッコ引けたらもう戻ってきますもんね。もう投資これ6000円です。2000円は響いてるよな、なんか。いやでもあれどうなんですか、当てられるんですかね、みんな揃えられるんですかね、揃えられるんですか。うんって、うんうん。ただ、全然チャンス目来なくなった。目隠ししてた方がチャンス目来てたな。冒険は、はい、チャンス目で。よし、チャンス目。よし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 。確率入ってる。大丈夫。いや、ビッグなら、これでちょうど回収できます。うわー、レギュラーっぽいと思ったらビッグだった。嬉しい。よかった。はい。7、同色でーす。よし、146ゲーム。いや、これでまあなんか飲まれた、飲まれてった2000円も許せる気がする。これでね、また RT で
レンチャンとかしてくれるとすごく嬉しいです。ラスト、まだ全然引かなかった、何も。終了、301枚。結局、どうしようかな。ちょうどトントンなんですけど、このあとまた最後の無茶ぶりですよね。もうちょっとプラスにしておきたいんでいいですか、もうちょっと打ちます、せっかく目隠しも外れたことだし、もうワンピック行きたい。飲まれました、飲まれました。お時間が来てますということで、飲まれやめです。お疲れ様でした。追っかけなきゃよかった、マジで。怒ってないです、怒ってないけど、ただただ6000円を失っただけです、私は今日。追っかけなきゃよかった、マジで。プラってたのに、プラってたっていうか、トントンっていうか、プラ、本当ちょいプラだったんですけど、後半戦はもう1枚でもいいからプラスにすればいいということなので、全力でプラスにします。ただ無茶振りはありますよね。はい、わかりました。了解です。そうですね、今日は大丈夫です。まだ5万ぐらいあります。いっぱい使うの、やだやだ。さあということで、泣いても勝っても次が最後、ラストになります。まあそうですね、でもすんごいマイナスの全く無理な感じではないので、なんとかなると思います。こうご期待。